電子グローカルニュースの時間がやってまいりました。この番組では伊勢新聞社協力のもと、三重県内外の情報を世界に伝え、まさに電子の言葉通り7つの海を越えて世界に情報を伝える地域情報番組です。ここでは私が独自の視点でピックアップした今あなたに届けたいニュースをお届けしてまいります。本日は8月6日月曜日から12日月曜日までの伊勢新聞の中からピックアップ。南伊勢町映画青夏君に恋した30日ロケ地巡るマップ作成、三重テラスに植物園、アナウンサーに松坂高校放送部、中部経済連合会と県懇談、人手不足解消へ協力強化、 MVP 羊羹漬け宮崎屋社長宮崎圭一さんの5つのニュースを届けていきます。まず最初のニュース、8月8日水曜日、9面南伊勢町映画青夏君に恋した30日、ロケ地巡るマップ作成の記事からです。高校生たちのひと夏の純愛と成長を描いた映画青夏君に恋した30日が全国で公開されました。同映画は三重県の伊勢志摩地域を中心に撮影され、ロケ地となった志摩地では映画を通じた地域の PR 効果に期待を寄せています。青夏は青井若菜さんと佐野勇斗さんが主演、夏休みを祖母の家で過ごす都会の女子高生と田舎の男子高生が出会う期間限定のラブストーリーとなっており、鳥羽市、志摩市、南伊勢町、渡来町、大樹町でロケが行われました。同地域に映画などを誘致する伊勢志摩フィルムコミッションを運営する伊勢志摩観光コンベンション機構は、撮影地を映画シーンとともに紹介するロケ地マップを1万部作成し、県内の上映館やロケを行った志摩市の観光課、観光協会などで配布。担当者はロケ地マップを利用して伊勢志摩を知ってもらい、青夏を肌で感じてもらえばと呼びかけています。全国では映画の上映を機に観光客を呼び込む取り組みというのは多く行われてますよね。例えば、思い出されるのが君の名はですけれども、これではロケ地を巡る聖地巡礼によって舞台となった飛騨に訪れる観光客が100万人を突破したと話題になりました。このような映画を活用したプロモーションというのは簡単に情報が入手できますし、手軽に写真を撮ってシェアし合う時代だからこそできるようになった方法じゃないかなというふうに思います。舞台となった場所で写真を撮りたい、主演役者と同じ場所を歩きたいなど、こういったファンの呼び込みが地域の活性化につながっています。実際にですね、電子亭でも四日市市のプロモーションビデオ必見四日市、必見四日市、で、京本政樹さんが、お茶を飲むシーンや庭を歩くシーンの舞台になったほか、昨年 NHK で放送されましたスペシャルドラマ1946年のプレイボールにて、合宿場としても活用されました。こうしたさまざまなメディアとか、宣伝方法で三重県の魅力が全国に伝わるのは非常に重要なことじゃないかなというふうに思います。ぜひあなたならではの青夏を、ロケ地マップ片手に巡ってみてはいかがでしょうか。私はですね、なかなかこう甘酸っぱいのとはもう無縁になってきてますんで、いや、ロケ地マップを片手に巡ったら甘酸っぱい感じになれるんですかね。やってみようかなと思います。続きまして8月8日水曜日、2面三重テラスに植物園の記事です。津市の文化や観光などの魅力を発信する津デイがこのほど、東京日本橋の三重テラスで開かれ、約580人が来場しました。ようこそ緑の空間へと題して、津市高野町に本社のある赤塚植物園の協力のもと、同市の PR を行いました。会場内はタイタンビカスなどの夏の植物でディスプレイされ、その植物の中で写真を撮り、 Facebook や Twitter などの会員制交流サイト SNS に投稿しやすいようなフォトコーナーの設置や、コーヒーの苗木を使って作るアレンジ体験を行いました。また同社で販売している健康飲料パイロゲンを使ったシロップをかけたかき氷の試食や、同市美杉町のお茶の振る舞いなども行い、多くの来場者に涼をとってもらいながら楽しませました。津市のホームページによりますと、この津デイっていうのがですね、ひらがなで津でカタカナでデイなんですけれども、毎回日本橋三重テラスで開催されていて、津市の歴史、文化、産業、観光情報が盛りだくさんで、物
物産販売や体験コーナーなどを交えて、毎回内容を変えて津市の魅力をお伝えしているイベントだそうです。そこで56回目を迎える今回は、電子展も大変今お世話になっております、赤塚植物園さんが企画に協力されたということですね。実際に私も、インスタグラムでハッシュタグ、三重テラスですとかハッシュタグツデイで検索してみたんですけれども、モデルの方々が、タイタンビカスの前で写真を撮ってアップしたりしてました。パイロゲンかき氷の、写真をアップしてですね、水が違うからかなりうまいといったようなコメントも、投稿されていました。このように SNS をうまく活用してどんどん三重県の魅力を発信していただきたいところですね。ぜひ電子地底でもね、フォトコーナーを作って、で SNS 映えを意識したこう屋敷の管理運営というものを行っていかなければならんな、そういうふうに思ったところです。さて次のニュース、8月9日木曜日、8面アナウンサーに松阪高校放送部です。三重県の竹上正人松阪市長は8日市役所で県立松阪高校放送部24人を同市行政チャンネルの代表番組 iWave 松阪のアナウンサーに移植しました。期間は来年7月31日までです。市民意識調査アンケートで行政チャンネルを見たことがないの回答が 63.2% と半数以上を占めたため、認知度向上策に取り組んでいる一環として行われ、高校生や保護者世代に関心を持ってもらう狙いがあります。同番組は毎週火曜金曜日に更新、生徒らは8月は毎回、9月以降は月1、2回出演します。移植状を受けた生徒らは早速市役所で番組収録に臨みました。竹上市長は行政チャンネルは災害時の避難勧告指示の情報で大切、存在を認識してほしいと話しています。松阪高校の皆さんが出演されているのは1206回目、かなり続いてますね。1206回目からのようで、インターネットでいつでもご覧いただけます。私も地域情報をお届けするためにこのね、電子グローカルニュース毎回、ニュースを考えて収録しているんですけれども、このコンテンツをやっているこれ自分自身の話ですけれども、この良さとして地域の細かい情報まで、知ることができてこう勉強になるなというところがあります。これがすごく大きいなというふうに思いますね。新聞記事だけではなく、インターネットや聞き込み、現地に足を運んでいくということで、より情報が伝わるように工夫を行っているところです。地域情報を積極的に知るようになったことで、少しずつ地域のいいところであったり、あとは地域の特色、課題っていうのが見えてきて、意識っていうのがだんだん変わってくるかなというふうに思います。このように地域の高校生を巻き込むということは、認知度向上だけでなくて、高校生が地元に貢献したいと思うきっかけを作るんじゃないかなというふうに思います。今後電子ステーションと松阪高校のコラボっていうのも面白いかもしれないですよね。ぜひ挑戦していきたいというふうに思いますが、まずはこの1206回目からの放送、ぜひこれからの活躍に期待しております。続きまして8月8日水曜日、15面、中部経済連合会と県懇談、人手不足解消へ協力強化の記事です。中部経済連合会は7日、三重県津市大門の津都ホテルで鈴木英敬知事や県幹部と懇談しました。双方が事業方針や重点施策について説明した上で、県内の課題について意見を交換、人材の確保や中小企業の事業承継などで協力を深める方向性で一致しました。中経連は行政と意見交換する場を持とうと、昭和58年度から毎年東海5県や名古屋市とそれぞれ懇談会を実施。中経連からはトヨタ自動織機会長の豊田哲郎会長や105銀行会長の上田剛副会長ら執行部13人、県からは鈴木知事や幹部職員10人が出席しました。懇談会では豊田会長が、このままでは世界に取り残されてしまうのではないかという危機感がある、中部圏に世界からさまざまな人を呼び込み交流を生み出したいと挨拶、交通ネットワークの整備や企業の防災対策で県に協力を求めました。鈴木英敬知事は県内の課題として事業承継を挙げ、企業が廃業することでその企業が持つ技術や販路、地域の雇用が失われるのはもったいないと述べました。中経連側は中小企業を中心に人手不足が深刻化しているほか、事業承継が困難になっている問題を指摘、外国人労働者の活用を訴えました。
県は事業承継の先行事例を生かす方針や外国人労働者を活用しやすい仕組み作りに取り組む考えを示しました。人手不足と事業承継が困難になっている問題というのは昨今の、社会問題になっておりますが、なかなか解決の、兆しが見えていないかな、そういうふうに思います。ちなみにですね、内閣府がソサイエティ 5.0 という概念を提唱しているのを皆さんご存知でしょうか。このソサイエティ 5.0 なんですけども、簡単に説明しますと、仮想空間と現実空間を組み合わせて経済発展と社会課題の解決を目指そうということです。例えば今ある AI であったり IoT を活用することで、研究や業種の分野を飛び越えて、その人に合った最適なサービス、ソリューションを提案していくという考え方です。またですね、経団連はこのソサイエティ 5.0 と国連が提唱する持続可能な開発目標 SDGs と絡めた人材育成を発表したところです。ちなみにですね、電子制では今、この ESD スクールを毎月行っていますけれども、開催にあたって SDGs の達成につなげていくということも視野に入れています。ソサイエティ 5.0 の時代が到来することで、どういうふうに世界が変わっていくのか、どんな課題を解決することができるのか、企業経営者の皆さんが持続的な社会を担っている一員であると、事業承継を通じて自分ごととして準備をしておかないと、いずれ時代に取り残されていくかもしれませんし、事業承継の課題も解決しないままなんではないでしょうか。そんなこと言われても高潔、難しくてよくわからないとおっしゃるかもしれませんが、そこはね、心配ご無用ですよ。電子定が毎月1回開催している ESD スクールにぜひ来ていただいてですね、今後どのような社会が待っているのか、イメージを持つことができるようになるんじゃないでしょうか。ESD スクールの案内はですね、電子ディステーション公式ホームページのニュースのところで、ご覧いただけますので、ホームページからも、申し込みできますので、ぜひお越しください。それでは、最後に MVP 8月10日金曜日 MVP 洋館漬け宮崎屋社長宮崎圭一さんのご紹介です。伊賀市出身、慶応元年創業の老舗洋館漬け宮崎屋の6代目社長に就任。伊賀盆地特産の白瓜を秘伝のたまり醤油で2年間にわたって熟成させる手法で守り続けています。経営者であり職人、100年にわたって鎮座する木だるが生み出す宮崎屋の味を熟知し、ウリ、シソ、大根といった材料に含まれる水分量を見極めて漬け方を変えます。同じことを続けるだけでは伝達、時代に沿ってこそ伝統と、新商品の開発にも余念がありません。かける漬物を銘打った羊羹漬けのドレッシングは人気商品に、たまり醤油のアイスクリームは意外なうまさが話題を呼びました。こちらの記事でですね、ぜひご紹介したいのが、たまり醤油のアイスクリーム、これね、先日食べたんですよ。宮崎さんのもとに伺った時にですね、食べさせていただいたんですけれども、あんま衝撃を受けましたね。美味しいです。たまり醤油っていうふうに聞くと、いや、これどんな味なんですかと、アイスにしちゃっていいんですかと思われるかと思うんですが、個人的な感想をね、これ言いますとですね、例えば味のニュアンスとして一番近いのがみたらし団子じゃないかなっていうふうに思ったんですよ。このみたらしが深くなったような、そんな風味を感じました。そう考えるとですね、やっぱりなんかアイスにしてもちょっとありなんじゃないかなっていうふうに思うんじゃないですかね。なんてったってですよ、慶応元年100年余りにわたって鎮座する木だるが生み出す宮崎屋の味ですからね、巷あふれる変わり種アイスとはもう全然違っておすすめできる一品になっております。またですね、話は変わって、宮崎さんからこう聞いたお話なんですけれども、伊賀のフィルムコミッションとして伊賀市結構使われているそうなんです。そこでですね、忍者を使うのかなというふうに思ったんですけれども、どうやらですね、使われているのは街並みなんですって。程よく残る昭和のレトロ感っていうのが撮影にぴったりなんだそうです。自分たちは気づかないところに価値や需要があるっていうのはですね、とても勉強になる話ですし、これがいろんな発想にもつながるんじゃないかなというふうに思いました。同じことを続けるだけでは伝達ですし、それを時代に沿って変えてこそ伝統という宮崎さんの言葉が重く響いた、そんな一幕でした。
それではお別れの時間です。7つの海を越えて情報を世界に伝える地域情報番組電子グローカルニュース、三重県内外の情報をこれからも皆様に届けていきますので、ぜひ次回もご覧ください。